チェッカーキャブ無線は主に東京23区、武蔵野市、三鷹市を営業区域とするタクシーの無線グループである。東京無線共同組合に次ぐ大手の共同無線組合で1964年設立。所在地は中央区、銀座。2020年10月現在、特別区、武蔵野、三鷹地区に43社49営業所。 隣接する三玉地区や神奈川県に3社3営業所、合わせて中小タクシー会社45社52営業所が加盟。3127台を有し、東京と東部地区を主要営業地盤とする。かつては千葉県にも加盟会社があったが、2015年に脱退した。最近は無線配車に力を入れていて、ソフトバンクの携帯電話を利用した IP 無線を導入している。 無線車は約1820台、将来は2000台まで増やす予定であった。ただし、京浜地区と三玉地区の加盟会社を除く。なお本組織は以下の2つで構成されるが、いずれも所在地は同一であり、また事実上一体である。多くの無線グループが共同組合としてのみ構築されるのとは異なり、トヨタモビリティ、東京や加盟各社などが、 株主の株式会社としても機能する。また、東京地区のタクシー組合として、最大規模を誇る東京無線共同組合との大きな相違点として、かつては、チェッカー無線以外の無線グループとの二重加盟、及び自社無線の運用を認めていたこと、無線車を保有していない事業者が存在することが挙げられる。標準車は朱色を基調に、クリーム色のボンネットで、 一末模様のストライプを巻いた共通の塗装を採用。黒塗りハイグレード車の故障はエクシードキャブである。2015年に導入が開始された日産 NV200 バネットは黄色を2017年に導入されたトヨタジャパンタクシーは深い色を基調とする。アンドンは後日の定型まではラグビーボール型で無線車はチェッカー無線、非無線車はチェッカー。 その下部には、無線車は無線番号と、社名、非無線車は、社名が記載されていた。提携により、東京無線同様の東京タワーをモチーフにした、アンドンに換装されているが、アンドン左右に、従前のラグビーボール型アンドンをモチーフにした、チェッカーロゴが重複されているほか、アンドン前後に記載される番号は、基本的に無線番号となっている。2011年には、 東京無線共同組合と提携、業務の統合による合理化で共通乗車券の発行、装備品の共同購入、無線配車の統合、運転手教育の一本化などを実施すると報じられたが、2020年に後日の発表があるまでの実績は2012年4月より、共通乗車券の発行、2018年より、双方の接客コンテストを勝ち抜いた。 乗務員による最終戦タクシーサービスチャンピオンシップファイナルの共同開催をしたのみであった。2020年10月29日、2021年4月1日より開始される東京無線共同組合との業務提携の概要が発表されことが示された。なお、チェッカー側のアンドンに関しては提携開始となる2021年4月1日より1週間程度で、 交換される予定となっている。なお、無線番号は、チェッカー側の番号が維持され、東京無線側の番号は、番号体がチェッカー側と重複するものに関しては、改版されている。時期は明らかにされていないものの、遠くない将来には、共同組合の組織そのものの統合も視野に入れているとしている。また、業務提携に伴い、東京無線側でも、 S, S ライドに対応することが期間決定されている。ありがとうございます。